はい、大ワピュアラブです。俳優の高畑裕太さんも CIA にはめられて潰されました。アミューズの俳優だった高畑裕太さんも CIA にはめられて潰されました。高畑裕太さんをはめた女性の背後には、 稲川会前橋一家ティーク長の存在がありました。稲川会は CIA のエージェント組織です。稲川会関係者によると CIA からアミューズの高畑裕太を潰せという指令がありハニートラップを仕掛けたそうです。その後 CIA は参加の 週刊文春や週刊新潮などマスメディアを使って高畑優太のでっち上げの嘘記事を書かせました。そのことをテレビでもどんどん報道しました。高畑優太さんや広中弁護士は記事の内容は完全にでっち上げの嘘だと言っています。不寄所になりましたが、 万が一、起訴されていた場合は、法廷で無罪を主張したと語っています。なぜ、高畑裕太さんが CIA に潰されたかというと、アミューズは CIA の参加ではないので、潰されることになったのです。小出圭介さんと同じパターンになります。 最近のね、三浦春馬さんとも同じパターンになりますね。うん、これはあのいつもね、言ってるんですが、アミューズっていうのはね、ずっとこれは CIA、イルミナティにね、潰されてきているというこの歴史があるんですよね。うんうん、まあそ、それはね、なぜかというと、このアミューズっていうところだけがね、 健全な経営をしてるっていうことなんですよねうーん。まあ、この時のね、高畑裕太さんの時のね、マスメディアの報道っていうのも、本当にひどかったですよね。うーんあのー、高畑裕太さんがね、どれだけひどい性格か、みたいなこととかね、あのー、俳優とかね、 劇団仲間には嫌われていたとかね。まあ本当にこれひどい報道されてましたよね。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。